7月2日セリーグ順位まとめ、勝ったがねー。あっさり勝ったがね、ライデルありがとう。来年からも頼むよ。小笠原報われてよかった。なんか知らんが勝ってるし、福永は岡本の前で打ててよかったな。勝ちに不思議な勝ちあり。やっぱり勝つと嬉しい。細川カリステ板山石川の並びは悪くないな。ようやく松本で勝った。代打中地と代走小田について議論が必要な試合やったな。負けや、終わった。大丸もたまに微妙になることあるけど巨人相手なら盤石。絶対的守護神羨ましい。やっぱ何も起きないのか。負けや負け。もともと8回でこの試合は終了している。気持ちで負けてんだよ岡本は。大城どこ行ったよ。また途中で帰られたんか。代走出された。ちょうど遅くだしな。勝ったー。アナウンサー喜びすぎだろ。優勝したみたいな実況で。さすが森原ー。ワンポイントウィッグ。ごめんウィッグ神でした。私が敗者です。見たか、これが横浜自慢の中継ぎ陣じゃーな。ウィッグが抑えるって言っただろ。ヒヤヒヤな試合だった。両氏寄り切ったナイスゲーム。石田優3連勝おめでとう。負けました。ここまで来て負けるんかよ。長山類祭りに参戦。まあ無抵抗に負けなかったのは良かった。リリーフたくさん使わせたし。マジでオスゲ矢印村上三振で草生える。リプレイだろ。本当はまだオスナ打ってないよな。オスナ6番か7番に固定しろや。エラーして三振するだけならワイでもできるで。まあ吉村が全て悪い。偵察王と三振王の並びはないるな。さすが松山。職人の風格。はいよ。成長は親の顔より見たセカンドゴロ。本当に打つやつがおるか。病識日うん知ってた。上本の方がマシだった。さすがに1点は入ると思ったが、誰もが思ったことを忠実に再現するってある意味すごいわ。そいつもこいつも初球に送るのなんて。まあ最後楽しめたわ。勝ったでー。セキッター。よかったよかった。ビビらせんなやゲラ。松山はロタ。ほんま松山大好き。ゲラはもうさすがに勝つ下げ。3点差でこれだと、もう敗戦処理にしか使えないわ。こないだも見たな。代打松山ゲッツーで最後のバッター。とりあえずゲラ抑えはもうやめてくれ。石井にしよう。ヒーローは島田か。福永の女性人気はもはやトップクラスになってきたらしいな。強いチームの勝ち方だな。さすがに中島落とすよな。な、福永が新之助の一個上か。福永ええ仕事したよ。結局ずっと言われてる中島をだよ。これをどうしても使いたがるからおかしなことになる。福永細川カリステ、結局振り切る打者なんだよ。真面目で努力している福永。ロットが来て、強い中日が帰ってきたな。福永この調子で来年選手キャプテンになるのだ。大城交代させて増田を打席に立たせる羽目になるってアホやな。ほんまに内野いないから代打できません。ひでえ。弱すぎるわ。また5割だよ。岸田のボール際のあれがな。あれが入ってればな。5番は8回まで変えるのは我慢しようね。増田とかなんて一軍いるんだよ。一度でも活躍したことあるのか今年。僅差代走で戦力ダウンさせるのほんまくさやな。本当点取れねえな。いおりかわいそう。ほんとつまらん試合だった。1ミリも勝った気がしない試合だったわ。石田だけが希望。楽勝の前半から地獄の後半へ。確かに長かった。終わってみれば総力戦だったな。牧がチャンスで1本でも打ってればね。またはタライが勝たせた試合やん。なんだか知らんが首位とにゲーム差。ゆうくん神の子不思議な子。巨人負け広島負け。最高の結果やね。内容はちょっとあれやが。たけしが絶対出塁するマンなのに、3番が2偵察と4番が置物なのが入る。オスナはタイムリー打ってるしな。ゲッツーに関しては3番で使う方が悪い。明日明後日はこっちの先発がきついから。吉村炎上はきつい。オスナ7番で機能してただろ。なんで3番なの。サンタナの前で試合終わるのクソムカつく。小屋特失点差プラスで最下位なわけだわ。宮本の活躍は救いだな。そもそも論として3番村上4番サンタナ5番オスナでいいじゃねえかという。田中とか松山とか10試合に1回打ったら延々使ってもらえるんだから楽だよな。ここで上本に代打出せるんならなんでさっき出さんかったんじゃ。そもそもなんでスタメン3番やねん。上本でもゲッツーだっただろうし、もう負けは見えてた。末金早く帰ってきてくれ。島内と松山への信頼感は何なんだ。代打石原でよかったな。今日はなぜ負けたのか。ライト藤井がちゃんと振り返るために負けた方が良い試合だった。島内1ヶ月放牧でいいよ。何試合落とすんだよ。末金消えるだけで全然点取れなくなるんだから。長距離砲の存在感ってすごいな。とりあえず勝ったからええけど、もうシート切り式のアホマシンガンやめろよ。ヒーロー再起でいいと思うんやけど。なんなん、皆さん楽しんでもらいましたか的な。島田しばらく戦力として必要なのが分かったな。今日はダーシマで勝った試合。今まであんまり期待して変化ってごめんなさい。ありがとう。誰か万全なリリーフをもう一人作らないと。石井だけじゃ話にならん。ハマチで代用しよう。また開幕戦勝った。後半戦は中継ぎ再整備せなあかんね。ダブルクローザー言うてる場合ちゃうで。小笠原の交代タイミングは別に立浪が悪いとは思わんわ。板山矢印中地はうんこ。なんで勝ってるの。これ負ける流れやったやろ。熱い譲り合い。暗黒なのに応援に来るファンは来い。ロドリゲスはマシになったんだから小田もファーム行かせればいいんだよ。中島はもう無理。福永は謙虚さもあって好感度高い。ガード福永ファースト石川で固定でいいやん。小笠原降板はしゃあない。むしろ清水に感謝すべき。そろそろ打線を固定してくれよ。やっぱロドの守備見るとロド使いたいよな。木下はバントミスは論外だが、下行って体引き締まって打撃や送球は明らかに良くなった。ロドは最後いい当たりしてたし我慢して使う価値あるな。そのうち打撃良くなるやろ。木曜日試合ないのかよ。つまらん。明日勝ってカード勝ち越しや。あの一発がなければな。いおり6勝から増えないね。いつも後ろに代走出すの早すぎるんや。なんやこの下手な采配。もうずっと5割前後うろうろしそうだな。最終回はしゃあないとしてそこまでに1点しか取れんのがあかんよ。上位に勝っても下位に取りこぼすから、いつまで経っても貯金増えないんだよな。増田大代走からの岸田誠介は本当にセンスないと思うよ。やっぱり門脇のところがウィークポイントだよな。福永か、こいつはうち専用機になりそうだな。早朝のあげろ。バントで1点取る間に2点取られるから意味ないんだわ。4番がとにかく打たないんだもの。チャンス動向じゃなくて、これで対中日負け越しになっててさ。勝ったけどなんでこいつらはことごとく無駄な支給出すかねえ。ありえない場面で出す。佐野の2点タイムリーが効いた。ありがとう佐野。9残塁 vs 15残塁で負けた方が多大なストレス抱える試合だった。しかし石田すげえな。可愛い犠牲。山崎が落ちて以来終盤での逆転負けがすっかりなくなったな。両投手使いすぎちゃったな。明日の浜ちゃんなんとか7回まで投げてくれないと厳しいわ。ヒーローは何気に中川こうなんだけどな。呼ばれないだろうけど酷な場面頑張ったわ。勝ったか
からええけど牧のセカンドは無理だな。石田ひょっとしたら持ってる男かもしれんな。石田上がってきてからチームが上昇。大貫3勝、ジャクソン4勝、石田3勝、15残塁もして勝てたのは宮本の球際の弱さのおかげやな。火曜日に総力戦はきつすぎる。明日は千早にロング行ってもらうしかない。先発も打線も良くなってきたからあとはリリーフか。番長が寝てても勝てるチームになってほしい。絶対サンタナにチャンスで回さないな。2番が前打席出塁してるのに1番いい打者に回らないようなクソ打線。村上の低たらくにファンも慣れてきたな。打順を組むセンスが致命的になさすぎる。村上は渡来のバッティング見て勉強しろ。今日勝てないのはやばい。宮本とサンタナくっつければいいんじゃないかと考えるやつもいそうだが、何気にサンタナもゲッツーが多い。点を取るならゲッツーはある程度仕方のないコストだと考えるしかない。どこに誰を並べても村上で打線が切れるんだからお手上げだよ。清水が悪いながらも踏ん張れたのは良かった。結局村上がホームラン打たんから負けてるな。勝ちと消耗させたのは明日に繋がるんじゃないだろうか。いいんな2年前の村上の陰見すぎじゃないのかね。山田哲人もだけどもあの頃には戻れんし、この打線聞いて再開はマジでヤバいわ。3番に上本置いた洗いが悪い。冷静にしまうち動向じゃないわ。0点じゃ勝てないんだよ。ホームでこんな試合してんじゃねえよ。逆減るぞ。投手陣だけじゃ勝てないよ。これからますます投手が疲れてくるのに。秋山の間にヒットが出てよかったね。島内が打たれても打たれても使い続けて負けが増えていく。去年の栗林の時と一緒じゃん。上本ダメなら3番は菊池しかおらんな。見逃すのバレてるから相手はストライク先行で来るよな。小園の方がまだ振るか振らないかわからんわ。一部の選手を信頼するのもいいけど他の選手も信頼してよね。新井の信頼って何なんだろうね。大阪神松田1勝4敗ひどい。ほんまにシャイナーしか希望ないんやぞ。相川に頼りきりになるの情けないな。もう塁間全力で走ったら怪我しそうな選手なのに。思ったより可愛い声の島田。ほんま3点目入ってよかったよ。1点だと絶対危なかった。島田ゲントラやなって言ってたやつはやまれ。最近の試合でこんな展開とかもう無理すぎる。優勝につながる1勝と言っても過言ではない。広島は1勝2敗でいいと思ってるだろうし3つ取りたいな。大山で打線が途切れるのをなんとかせなあかん。森下は打ちととことん相性悪いな。しかも打たれてないのに。勝ち星はつかなかったが再起ありがとう。近本打てたのはほんまに良かった。近本は1本出たら乗るタイプ。いややっぱ坂倉の守備頃がほんま効いたんやで。切りしきって詰めて投げた方が調子良い久保田タイプちゃうか。日曜も続投で良かったよな。機械の攻撃ひどかったよな。中野があそこで三振とかな。今日みたいな試合展開でしか勝てる要素ないな。阪神ファンの岩もたない。やっぱり再起は日曜日に投げてほしいわ。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。